にちは、トラスト企画の阿部ちゃんです。 And this is Hana from Trust 企画。本日はまたこちらの R33GTR、 こちらの紹介をしていこうと思います。 Today we're gonna do a video of this R33GTR。 よろしくお願いします。ではまずボディの外装を見ていきましょう。 Let's see the exterior first。 まずはフロント周りですね。 This is the front。 前にですね、4ドアのオーテックバージョンの33も動画にしてあると思うんですけど、その車より比べてこちらのヘッドライトめちゃくちゃクリアですね。 And the headlight is clear. There's no yellowing. ほぼ新品みたいな。 It looks like new condition.これがもう透明なだけで車の印象だいぶ違います。新車みたい。そうですね、めちゃくちゃかっこいいですね、うん、There's no yellowing。 あとはバンパー周りに飛び石の傷とかもほとんどなくてですね、めちゃくちゃ綺麗な状態です。 And there's no like small scratches from the stones。 でただ下のこのリップスポイラーなんですけど、これはですね、おそらく純正のものをこちらのミッドナイトパープルの色に合わせて塗ってるって感じですかね。 And the lip looks like it is OEM but they painted in midnight purple to match the car、うん、なのでこの辺ちょっと塗装のタレがあるんですけど、 So there's like paint job on the lip spoiler because they repainted it、まあ、離れればそんなに気にならないかなみたいな、 そんな感じ。 そうですね、はい。では今度横回り見ていきましょう。 Let's see the side。 まずはこちら、皆さんこれ知ってますよね、このホイールもう GTR といえばこのホイールですね。花ちゃん、これなんてホイールだか知ってます？私でも分かりますねT-E37 っていうやつですね。そう、レイズの T-E37 です。はい、18インチ。 This is the famous Rays T-E37 and it is in 18 inch。でこのミッドナイトパープルの色とこのボルクレーシングの T さんのブロンズの色のこのマッチングの良さ見てください、うん、かっこいいですよね。もうこれだけでね、めちゃくちゃ足元が締まるみたいな。そうですね、そんな感じのホイールです。 Look how the TE37 match with the midnight purple. It's really really cool、うん。でタイヤの方は横浜の S ドライブですね、いわゆる S ドラってやつ入ってあります。 And the tire is 横浜 S drive、うん、これもいいタイヤですね。でサスペンションの方はちょっと見えづらいんですけど、こちらテインの車高調が入っております。 And it is hard to see the coilover but it is from Tain、うん。で今度横のボディ見ていくんですけど、ここもドアのあたり傷全然ないですね、見てください。全然ないですね、うん、There's no scratches on the door。あとはウィンドウのモール、この辺もめちゃくちゃめちゃくちゃ綺麗です。 And also the molding is in really good condition。 もう艶がありすぎて反射してますね。そう、めっちゃ反射してる。であとは特筆なのはこのこうなんていうんですか、このバイザー、ルーフバイザーですね。これがね、純正のオプションパーツなんですね。 And the rare thing on this car is it has a roof visor and it is a option、うん。これちょっと雨降ってる日とかね、ちょっと開けとくと、うん、そうですね、曇りとかね取れるんで、これすごい重要です。これついてる車かなりレア。 It is a rare。 あとはこのサイドステップですかね。サイドステップはおそらく社外品のものに変わっておりますね。純正の GTR のより こっちの方がね、かなりダクトとかついてたりして、うん、大きいものに変わってますね。 And the side step is aftermarket. It has a small like duckMesh on the part、うん。あとリア周り、リアフェンダーもサビも全然この辺もなくて、爪折りすらされてないです。この爪のとこですね、And、うん、ここだけちょっと塗装の浮きがあるんですけど、 Has a minor bubbling、うん、on the rear fender but it doesn't have any rust。 この辺も爪もちゃんとあるって感じですね。 And has tub、うん。で、リアのホイールもタイヤも同じ、フロントと同じものがついております。 And it is same TE37 in the front、はい。とこのリアのこのエンドのパーツですね、これもおそらく社外品のもので、はい、同色に塗装されているという感じになります。 And also this
aero part is also aftermarket、うん、and they painted in midnight purple。 であとはですね、このリアウィンドウ周りのモール、はい、この辺もかなりコンディション良くて、浮きとかですね、この周りのサビも全然ないです。And also the molding in rear window glass doesn't have any bubbling or rust. あんまこんな綺麗な車ね、見ないんですけどね、すごい綺麗。すごいツヤもあって、かっこいいですね。今度リア周りですね。And next the rear side. 33GTR の一番の、はい、こう。なんていうんですか、グラマラスなとこはやっぱリア周りだと思うんですよね。そうなんですね、うん、このやっぱウィング、うん、この形はやっぱ3人と違ってかなり存在感の強いものになっていて、うん、やっぱ特筆がですね、33からこのウィングの角度、うん、これ皆さん知ってると思うんですけど、ここ見てください、調整できるんですね、ウィングの角度が、うん、So this R, the R33 you can、adjust the wingLike you can adjust the hole、うん、まあなんかね、これ寝かせた方がスピードが出るとか最高速伸びるみたいに出た時は言われたみたいですけど、うん、まあこのね、やっぱなんか男の人はこういう調整式みたいなの、うん、こういうところに弱いんでそうなんですね、そう思いますであとはですね、マフラー、こちら富士壺のマフラー入っております。 And this car has a 富士壺 muffler exhaustグラマラスのリア周りに負けないぐらい存在感のある太いマフラーついてますね。It's kind of big, large muffler. で、僕個人的にはスカイライン GTR を見たときに、はい、一番綺麗にというか一番いい眺めは、はい、この斜め後ろのこの絵なんですね。この角度なんですか？ちょっとここを撮ってください。はい、ここ、はい、ここで大丈夫ですか？後ろから見える角度が僕が一番好きで、特に 33GTR はこの後ろ回りが存在感ありますもんね。本当存在感あります。すごいかっこいいです、この角度ですね、うん、でこちらサイドも同じ通り、まあ、フェンダーとかにもサビないですし、ほとんどね、ドア周りの傷とかへこみもないです。 And no rust on the rear fender and less scratches on the doorちょっと引きで撮ってもらうと、このボディの色とホイールのマッチングがそうですね、すごくいいと思うんで、Look the matching on the bronze and the midnight purple. It's really really nice and cool. ツヤツヤですね。ツヤツヤですね。外装は以上になります。 That's all for the exterior.はい、では次に内装を見ていきましょう。 Next, let's move on interior. はい、こちらもかなりノーマルの状態が保たれていて、シートとかも変わってないですね。 And most of this is OEM parts. It's not really modified. うん。とあとはこのフロントのダッシュボード関係、これもかなり綺麗な状態です。はい、And the dashboard is in good condition. There's no bubbling or scratches.、うん、あと変わってるところといえば、こちらのナルディのハンドル。はい。The steering wheel is from Nardi. うん。と、あとはニスモのシフトノブついてますね。And it has a Nismo shift knob. で、一番特筆するところといえば、こちらのセンターコンソールちょっと見てほしいんですけど。はい、こちらですね、はい、あのこう 2D の大きいナビここに入ってるんですけど、うん、本来ここにエアコンパネルがあるんですね、はい、でエアコンパネルがあるのでここは本来 2D に入らないんですけど、はい、この車に関してはこの一番下のこのスペース、はい、ここ本来灰皿とシガーライターがあるんですけど、まあ、ここのスペースをちょっと加工して、はい、下にこのエアコンパネルが入っております。 So they modify this partAnd they took the ashtray and cigarette socket and they put the big, huge navigation.、うん、最近のナビって大体このサイズなんで、はい、そうですね。まあ、GTR
とかにね入れようとするとこういう加工が必要になるんですけど、これ結構大変なんですよね。It's really quite difficult to modify and put a navigation this size. なので、まあ最初からこういう仕様になってれば、もう今後これ変えるってなってもね楽に変えることができるんで。そうですね。で大体エアコンは、はい、まあここに移動するか、こちらのセンターコンソールのこちらに移動するか、まあ大体そうなるんですけど、まあやっぱ手元でねエアコンは操作できた方がいいと思うんで、そうですね、うん、やっぱここの方がいいかなって感じです。この下のここの部分にあった方が、はい、It's better to remove the AC on the downside than to put on the center console。 あとは内装も助手席のシートやリアシートかなり綺麗な状態で維持されてるんで、すごい羨ましい感じですね。And the seat is really quite good condition. It doesn't have like cuts or scuff. And this is the meter. It is OEM and the mileage is 137,910. じゃあ内装は以上になります。That's all for the interior.じゃあ今度はエンジン見ていきましょう。 Let's see the engine。 まあ見た通りですね、この RB26 乗ってますよ、 GTR なんで。 It has a RB26 as you know。 The wiper。 でこの車に関してはかなりノーマルなエンジンルームですね。 Mostly it is normal。There's not much tuning。 やっぱ GTR 買う人って割とこうチューンナップする人とか、はい、このねエアクリーナーとか変えられる方結構多いんですけど、多いですね、まあ、かなりねこの純正のまま保たれてるっていうのは、まあ、逆にある意味レアなのかな。 And most of people would like tune up, like change the air duct, so it is kind of rare to see this normal。 うん、エンジンちょっと回してみましょうか。 Let's check the engine。 全然問題なさそうですね。 The sound is good and it works good。 で、花ちゃんちょっとマフラーの音を、はい、はい、聞きに行ってきます。 Let's check the exhaust sound。 It is from Fujitsu。いい音してましたね。いい音しました。フジツボの、うん、やっぱりですね33とか34このストラットタワーのサビがやっぱ持病なんですね。はい、うん、And most of the GTR has rust in this part。 この車に関しては一回サビの補修みたいなペイントが入ってるんですかね。ここ一応サビ消えてますね、こういうところは。 So they repair the rust, they paint it in black。And the right side too. They repair and paint. サビができちゃう。そうですね、サビ浮いてきちゃうみたいですよ。三二は大丈夫なんですけどね。ああ、三二は。三と三四は結構大変。サビちゃう。まあかなり調子のいいエンジンですかね。Engine is working good。じゃあエンジンは以上になります。That's all for the engine。Test driving。 毎日いろんな GTR に乗れて贅沢ですね。自分の車は乗れないのに。じゃあ行きましょう。 Let's go。 やっぱ三三って感じですね。三三って、うん、あのこの間のオーテックもそうだったんですけど、はい、もうすごいしっかりしてる。ずっしり感がしっかり。 It's more heavy feeling than the other R32 and R34 GTR。
chain coilover is stable. It doesn't like shake when you drive.スムーズな乗り心地ですね。ハンドルの切り始め、はい、こういうところに遊びも全然なくて、はい、多分足回りもそんなに下手ったりしてないんじゃないですかね。So when you like turn the steering wheel, it will smoothly move. So the arm parts in the lower side is also in good condition.あとやっぱノーマルっていうことなんですけど、はい、こうなんか下手にいじられた車みたいな、はい、なんていうんですかね、低回転のスカスカな感じはほとんどないですよ。結構低回転からこういう感じにトルクが、ノーマルの良さって感じですかね。トルクが結構もうスムーズに上がる、うん、スムーズに。下手にチューニングしてる車って、はい、こう結構上回さないと馬力出なかったりするんですけど、この車は全然ノーマルなんでそんなことなくていい感じです。 And the torque will go up smoothly. この車出た当時は、はい、3人よりかなり大きくなったって言われたんですね。 GTR の中で重くなったというか、そう、重くて大きくなったって言われたんですけど、まあ、逆に今乗ると今の車ってみんな大きいじゃないですか。軽自動車も大きくなったし、他の車も大きくなったんで、今こうやって見ると逆にそんな大きく感じないですね。When this car was out, most of people told like it is more heavier and bigger than R32, but it doesn't feel that much.逆になんか、はい、今の車みたいっていうんですか、すごい安定してるし、しっかりしてるし、だから僕サンサンすごい好きですよね。 It's more of a car these days that is like stable and have like weight、だからまあ日本っていうよりかはこう土地の広いアメリカとか、オーストラリアで、ね、乗るとさらにいいんじゃないですかね。It is good to drive this car on like bigger road like in America or Australia. まあなんかね、国内に留めておいてほしいみたいな声も結構あると思うんですけど。そうですね、やっぱ日本車だからっていうのはありますよね。まあでもやっぱり僕もそうですけど、国内に関わらずこう GTR が好きな人っていっぱいいると思うんですね。世界中にもう本当に、はい、愛されてますもんね。やっぱり乗りたいと思うんですよね。It is these days it is hard to keep the GTR in Japan because it's love all over the world and everybody wants it.なのでね、全世界にこの普及の名車、GTR を少しでもね乗っていただいて、それに感動してもらう人が増えたらいいなって僕は思います。 And Abe-chan feels that he wants the world to ride this car. 一ファンとして、でもいろんな意見はありますよね。まあありますよね、もうそれはもう重々分かってると思うんですけど、僕も分かってるし、まあ、大切に乗ってほしいですよね。そうですね、ただこの車個体に関しては本当にコンディション良くて、なんて言うんでしょう、こう運転してる上で不具合っていうか、ま、一切ないですね。結構ちゃんとメンテナンスというか、保管されてる、届いてるですかね。This car is pretty good condition. It is really maintained and doesn't have like a big problem on the engine, on the exterior, interior. It doesn't have any problem. やっぱうちのエントランスのインパクトってすごいですよね。Look, our entrance. We have so many cars.
はい、では戻ってきました。皆さんいかがだったでしょうか。 Now we're back at Trust 企画。で今は33と32は乗ったんで、今度は34乗ってみたいですね。そうですね、34。あそこに黒のね、会社の 34GTR、 あれニュルですから、 34V スペックニュル。ニュル。 And we haven't tried R34 test driving, so we kind of try that R34 V スペックニュル。今度はちょっとミークに頼んでね、そうですね、乗ってみたいと思います。ちょっと許可を取ってじゃあ今日の動画は以上になります。ありがとうございます。That's all for today's video. Please, thumbs up and subscribe on our channel. チャンネル登録お願いします。See you on the next video. Bye. Bye. So that's all for this video. Thank you very much for watching till the end. So if you like to buy this car or have interested, please contact us.And that's all for this video. Please thumbs up and subscribe on our channel, and see you on the next video. Bye!